にちは、マリエです。この度はダ・フィーリングス出版に伴い、本当に多くの応援メッセージやご支援ありがとうございます。本日はちょっと中身を紹介させていただきたいと思います。ちびちゃんですタイトルページでは、ここの輪っかで感覚を、ここの光の輪で、あの感覚の輝きというか本質的なものを表現しています。本を最後まで読んでいただくと、なんとなくこのページの意味がわかるのではないかと思います。続いてページの一部を紹介します。ここのセクションでは私が海から学んだことを書いてあります。ここはトレーシングペーパーを使用しているページで、楽譜が写真に重なっています。この楽譜は出来事が起こるタイミングや海の流れを表現していて、Letting go with the flow, all the timing happens perfectly って書いてあるのですが、全ての出来事が起こるタイミングは自分にとって必要なタイミングで、そこから学びを得たり楽しんだり受け入れたりして、自分に生かす、全てが起こる出来事全てがの出来事が起こる意味っていうのは大切なことだから、それを受け入れて愛して拒まないことが必要だよって書いてある、私が学んだページです。